バイロン・ケイロン・バックストーンは、アメリカ合衆国ジョージア州バックスリー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のミネソタツインズに所属。愛称はバック、ジョージア州の田舎町で生まれ、6歳で野球を始める。バスケットボールとアメリカンフットボールも並行してプレーしていたが、バスケットボールは高校2年目を最後にやめている。アメリカンフットボールは、 高校卒業まで続けており、クォーターバック、ワイドレシーバー、ディフェンシブバックを兼任していた。アプリングカウンティ高校時代は、中堅主権投手としてプレー。2011年に打率、594、17二塁打、10本塁打の成績で、オールアメリカンに選出された。翌2012年には、打者として打率、513、17二塁打、3本塁打。 38盗塁をマークし、投手としても81イニングで154個の三振を奪った。マット・ケンプや BJ とジャスティンのアップトン兄弟などと比較され、あるなリーグのスカウトからはアンドリュー・マカッチェンよりも上と絶賛された。全米で最高の逸材と言われ、2012年の MLB ドラフトで全体1位指名の最有力候補であったが、 全体1位指名権を持つヒューストン・アストロズは、プエルトリコ出身のカルロス・コレアを指名し、バクストンはミネソタツインズから全体2位で指名された。同年6月12日に契約金600万ドルで入団。2001年に全体1位指名で入団したジョー・マウアーの510万ドルを超える、球団史上最高額の契約金となった。 2012年6月22日にルーキー級ガルフコーストリーグツインズでプロデビュー。8月7日にルーキー級のエリザベストンツインズに昇格。昇格前は打率218と苦しんでいたが、昇格後は打率286と調子を上げた。トータルでは打率2485本類打20打点11盗塁。 オプス792だった。オフにはベースボールアメリカの有望株ランキングにおいてツインズ内でミゲル・サノに次ぐ2位、全体では10位にランクインした。2013年は A 級シーダー・ラピッツ・カーネルズで開幕を迎え68試合に出場。8本塁だ55打点32盗塁、打率341だった。6月下旬から a q フォート・マイヤーズミラクルに昇格。57試合に出場し4本塁打22打点23盗塁打率326の好成績を残した。9月11日には、ベースボールアメリカの2013年度、ベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀選手賞を受賞。10月22日には、J.G. テイラースピンク賞のトップス、 マイナーリーグプレイヤーオブザイヤーを受賞した。2014年1月9日、スプリングトレーニングに参加することが発表された。1月23日に発表された MLB の2014年度プロスペクトでは1位に選ばれた。2015年6月14日にメジャー契約となり25人枠入りした。同日の対テキサスレンジャーズ戦に9番センターでスタメン出場し、 メジャーデビューを果たした。2試合目で初安打を記録したが、10試合出場後に親指の付き指で故障者リスト入りした。8月10日に復帰後は、まずまずのペースで出番を得て、最終的には46試合でプレイし、打率、209.2本塁打、6打点、6死球、44三振という成績に終わった。2016年は開幕から、 センターのレギュラー格で起用されたが、最初の17試合で打率、156と苦しみ、4月25日にロースターから外れた。シーズン中盤に最小格してからは、試合に出続け、前年から倍増となる92試合に出場した。打率、223.10本塁が38打点と、 満足いく成績ではなかったが、スプリントスピードは30.8フィート秒で MLB 最速を記録した。2017年は7月まで打率。219と良くなかったが、8月は打率。324.8本類が8盗塁と浮上した。8月18日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では、スタッドキャスト史上最速となる13.85秒での、 ホームインによるランニングホームランを記録。同27日のトロントブルージェイズ戦では3、本塁打を放った。最終成績は打率。253.16本塁打、51打点、29盗塁。守備は高評価を受け、中堅守のゴールドグラブ賞や優秀守備選手賞、最優秀守備選手賞、そしてフィールディングバイブルアワードを受賞した。 2018年も開幕から打率1割台の不調が続き、4月中旬には肩頭痛のため先線を離脱。約1ヶ月後に復帰したが、打率はさらに低迷。5月下旬にマイナーに降格すると、そのままメジャーに復帰することなくシーズンを終えた。2019年は肩と手首の故障で離脱したが、それ以外では小中堅守として出場し、打率。 262.10本類が46打点、おスッピー827を記録した。2020年はナインティ1 9の影響で60試合の短縮シーズンに38試合に出場して打率254.13本類二27打点、おスッピー844を記録した。規定回には達していないが DRS プラス11は リーグトップだった。2021年5月3日に4月のプレイヤーオブザ・マウスを受賞した。5月7日にグレード2の右股関節の針で故障者リスト入りした。卓越した打撃センスに加え、右打席から一塁まで3.89秒という瞬速も合わせ持ち、投手として93から94マイルパワーを計測していた強権を誇る。 まだ荒削りな面も残す素材型の選手であり、特にパワーは未知数であるが、育てば25本類打程度の長打力を持つ後、ツールプレイヤーになれるとされている。メディアやアナリストからは、2014年にアリーグ MVP に輝いたマイク・トラウト以来の逸材と評価されている。俊足が大きな武器であり、 スタッドキャストが導入された2015年から2019年まで一類到達速度でリーグ最速を記録している。2017年8月18日のアリゾナダイヤモンドバックス戦ではスタッドキャスト史上最速となる13.85秒でのホームインによるランニングホームランを記録。また、 2017年5月24日から2019年4月22日まで33盗塁連続で成功しており、これはツインズ史上最長記録のことだった。ありがとうございます。